どうも、アイアシス 120% の男、ブスジマです。デザイア背徳の螺旋、最終回ということでやっていきたいと思います。いや、今回でね、デザイアの教授のね、あれがわかるかと思いますのでね、いや、もうだいぶ謎は解けてきたというかね、まあ真実がわかってまいりましたけど、やばいね。かなり来るね。やっぱり名作だね。というわけで早速やっていきましょう。今回ちょっと長くなるかもしれませんけどね、やっていきたいと思います。ということで、とうとうこの時が来たのね、ということで最終局面ですね。いやー、最終回どうなっちゃうんだか、もう楽しみでしょうがないですね。やっていきましょう。マルチナ編でございます。てん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 、長かったわ。私の目的、私の希望、そしてねえねえ、どうしたの？え、何かしら。そうですね、これがティーナがこう運ばれた、もうマルチナ視点ですからね。もうね、うん、ちょっと怖い顔してたから。ティーナは少し不安げに体を若干折り曲げるように私の顔を見上げている。私は軽くティーナの頭を撫でてやると、なんでもないわティーナ、大丈夫よと彼女の不安を取り除いてやろうとした。幾分表情は緩和されたものの、彼女の不安は完全になくなったわけではないらしい。なんだかこの間よりすっごい音がするね。え、装置が暴走しているのよ。さらっと言うな、そういうことな、うん、暴走。ティーナは少し首を傾けると私を不思議そうに見上げたのだ。その仕草がまた可愛らしく感じる。暴走というのはね、他の人が使っている言葉。この装置はこれが正常な姿なのよ。なるほど、なるほど。どういうこと？つまりティーナが生まれ変わる時が来たということ。この装置が本来の役目を果たした時、私は、そしてあなたは。私はティーナの手を少し強く握った。彼女は依然不思議そうに私を見上げている。どうするの、これから。ティーナ、あなたを助けてあげるの。私を？そうよ。丸いクリクリした目があちこちを見回している。キョトンとした表情が何とも可愛らしい。こんな純粋無垢な子が悪魔に魂を売るようになるなんて、一体誰が想像できるのかしら。ここ危ないって言ってたけど、何も知らないで歩き回ればね。でも今は私と一緒だから大丈夫。ふーん、ちょっと暑いね。ティーナは胸の部分の布地をつかむと軽く前後に動かして、服と肌の間に風を送り込んでいる。ああ、これね、汗臭い時それやると本当に自分の汗の香りがして、もううわってなる時ありますよこれ昔そういえば全然洗濯しないで T シャツ着てて、もうパリパリになってたやついたな。そういやな、昔いたんすよね、そういうのね。うん、もうずいぶん、もう何十年も前の話だけどね。うん、装置室内部は摂氏で40度近くになる。だがこれは装置の動力が発する熱であって、装置自体が発熱しているわけではない。反応装置は発電機ではないし、溶鉱炉でもない。これは、怖いおじちゃん大丈夫かな。え、ほら、さっきお姉ちゃんがガツンと花瓶で殴ったあのおじちゃんよ。ティーナはグスタフのことを言っているらしかった。私の算出数値データをのコピーを彼に手渡したとき、私はかねてからの計画を実行したの。おっと、ここからが真実でございますね。しかし数値データはダミーだった。最もオリジナルの本当のコピーを手渡したとしても、もはや関係はないのだが、子供っぽい意地だったんだろうと思う。彼にはたとえ無意とはいえ、私の研究の成果の一部でも渡したくはなかったの。わかる。すげえ、そういう気持ちはわかる。本当のオリジナルはお守りの中に入れて誠に手渡してある。もうすべて計算づくっすね、このあたりね。私に万が一に会った時、頼みの綱は彼女だけなのだ。ティーナは優しいのね。あんなひどいことをした彼の身を案じてるの。ふふ、ま、大人の余裕よね。可愛らしいな、こう考えるの。ティーナなんか結構腹立たしかったけどなんかもうちょい大人になるよとかね、あれへんの時は思ったけど、このね、すべてのやつを見るとなんかすべてがね、わかるわ。いいわね、なかなか。少し得意げなティーナの頭を撫でながら、私は彼女手を引いて中央のコンソールパネルに歩き出した。でも面白いね、ここ音が響きそう。あるーあるーあるー、響いてる。面白いね、ここって。あ、それであるに声聞こえたのかな。ティーナはひとしきり満足をすると再び私の手を握ってきた。私はゆっくりと中央に向かって歩き始める。どうするの、これから。これからね、あなたには生まれ変わってもらうの。どういうこと？永遠とも言える時間の呪縛を逃れるため、次元の壁を越えてあるに出会うために。
なるほど、やっぱりそういうことか。それであれか、アルヘンの最後っていうことね。やっぱりそういう解釈でよかったんだな。アルニ、そうよ。あ、ティーナの視線が装置室の入り口付近を横切った時、唐突に声を上げた。私の手を離すと視線の先に向かって一目散に走り出す。アル、あー、ここでアルと出会うわけだな。私の胸は締め付けられる。ここまで来たのに。ティーナは彼の胸に飛び込むと喜びを体全体で表現していた。ある、ある。彼は、アルバート・マクドガルはひとしきりにティーナの頭を撫でると厳しい顔を私に向けた。ことか、それであれか、アルヘンの最後っていうことね。やっぱりそういう解釈でよかったんだな。デザイア、背徳の螺旋。マルチナさん、やはりあなたは。そういうことが、マルチナはティーナを助けようとしてたんだけど、結局はあるからはこう見えるわな。ある、もはやあなたに何を言っても無駄かもしれないってなるね。この一言だね、出るのね。罪の償いは言葉では軽すぎるんじゃないですか。もはや言葉もなかった。私はまたしても負けたのだ。運命という強大すぎる敵に。あなたは軍事兵器の開発を急ぐあまりにそれを阻止しようとするカズミさんを殺害した、あるいはさせた。てん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 、レイコさんですか、実行犯は。実際に実行したのはエレナだろうな。そうだろうな。そして指示をしたのはあのグスタフだ。私はレイコの名誉のためにアルの推測を否定しなければならなかった。あの子は、レイコさんは無実よ。あの、まさにアルヘンで見た人にあーってなってたけど、そういうことね。そうか、では直接手を下したのはやはりあなたか。アルの緊迫に緊張しているのだろう。ティーナは少し狂々とした目で私を見つめている。そしてクリスだけではなくティーナまで実験のサンプルとして利用しようと。違いますか。そうね。いやー、マルチナシーンわからないとこれ、いやー、面白いな、シナリオ。本当にすげえな。もうそれぞれの視点全部違うもんな。実際その通りだった。たとえグスタフが画策していたこととはいえ、私はそれを黙認し、見て見ぬふりを決め込んでいたのだから。いや、でもそれだけじゃねっつーの。私もまた同罪であり、申し開きをすることはできないのだ。淡白だな。追い詰められた人間は冷静になるというが、てんてんてん、追い詰められてるわけでもねえからな、これな。アルは一旦言葉を切ると一つため息をついた。なぜだという不条理な気持ちが表情に顕著に現れていた。マルチナさん、俺はあなたのことを結構気に入っていたんだ。まさかという気持ちがまだどこかにあった。てん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 、その期待を見事に裏切ってくれたなっていうふうにアルには見えますよね。私はアルの教団を黙って聞いていた。聞くしかなかった。アルは口を閉じると目で私に弁明を促す。私はその辛い要求に応えてやらなければならない。ある、私が何をしようとしていたのか、あなたはおそらく理解できないし、理解しようとしないでしょうね。まあこういうセリフになっちゃうわな。いやー、でもある視点とマルチャー視点全然違うな。やっぱり科学者の詭弁など聞きたくはないな。こんな年派もいかない子供まで利用するなんて、あなたはそれでも人間かよ。胸が熱かった。熱く込み上げてくるものを耐えなければならなかった。なぜ、なぜ彼にそこまで言われなくてはならないの。いや、そうだよな。私はなぜよ、一体なぜなのよ。ある、頬を伝う感触がある。私の目からはいつの間にか止めどなく涙がこぼれていた。いやー、そうなるね。あなたはおそらく理解できないわ。いやー、それしか言えないね。うん、やっとそれだけ言うことができた。私は彼の教団を耐えなければならないのだ。それが私の食材。ぐっと唇をかみしめる。口の中に血の味が広がった。その子には生まれ変わってもらうのよ、ティーナには。それがその子のため、そして私のため。論外だな。あなたならそう言うと思った。アルの考えが分かるだけに余計つらかった。あなただったらどう言うだろうと、私は幾度となく自問自答してきたのだから。マルチナさん、あなたの研究に対する熱意は確かにすごいと思う。並々ならぬ迫力すら感じるよ。てん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 、だからこそ俺は許せない。兵器の開発なんて非人道的なことをして、あんた恥ずかしくないのか。だからそもそも兵器じゃないって言いたいんだよ。もうそれは言いたいんだよ。
兵器開発などではない。お前が言うな、もうグスタフ。何？まあこういうことだ。ドクター、なんであなたがここに？グスタフ。グスタフの意識が戻ったのだろう。額の上部には血のこびりついた跡がある。私が花瓶で殴りつけた跡だ。甘かったわ。殺すべきだった。でもそうしてあの人が喜ぶの？そこまでして、そうまでして。マルチな貴様、最後になって裏切ったな。裏切る？どういうことだよ。彼女に監視させておいた甲斐があったよ。マルチな、反応方程式はすでに手に入れた。ここまでのようね。あー、もうここアルヘンで見たそのままですね。私は腰に刺してあった拳銃を手にすると、アルの目の前にかざした。無論彼を撃つつもりは毛頭ない。だな、辛いな見てて。しかし標的のグスタフはアルのさらに後方に位置していた。私には少し困難な距離でも、グスタフにとっては楽勝だろうな。もうこめかみかすらせるような腕だからな。マルチナさん、ここまで来て運命には逆らえなかった。やめろよ、罪を重くするだけだぜ。アルはやっぱりこう勘違いしてますよね。だけどもしょうがないんだよ、わかんないから。しょうがない、俺は3人分のシナリオをやってるから理解してるだけだからね。だから、いや、すごいなこの作品。やっぱりある、あんたはわからない、だけど分かってほしかった。科学者の詭弁をか、冗談をよしてくれ。違うんだよ、全然違うんだよ。運命の螺旋に捉えられて、この身が朽ち果てようとも、てんてん、まあこうなるな、果てなんだな。バカ、この距離で私を撃ち合うとはな。グサフ、あーだん、これでこうなるわな。まあここはアルヘンで見た通りだな。ティーナへ。こっからは自動ですね。この手紙をあなたは私の本棚に見つけたのでしょう。好奇心旺盛なあなたはきっとこれを読むものと確信しています。あ、もうこっちの世界行った時のやつもやってるんだね、ちゃんとね。もう勝手に行くと思ったらクリックかい。心して読みなさい、そして慎重に考えるの。あなたとアルは近いうちに大きな危険にさらされることになる。だけど不安に駆られる必要はないわ。二人が助かる可能性はあなたのアルに対する思いがどれだけあるかにかかっていると言っても過言ではないわ。その結果彼とは別れ離れになってしまうかもしれない。でもそれは一時的なこと。きっとまた会えるわ。そう信じて勇気を持って対処しなさい。あなたがアルを愛しているなら、その気持ちに従って行動する。もう死んだ。俺もこれ。マルチナすごいな。やべえ、もう。いや、マルチナ、いや、もうマルチナって感じだな、もうな。アルを信じて、自分を信じなさい。装置の異常出力のため、空間に相違が大きくずれてしまうでしょう。そしてあなたはどこか言葉も通じない異国の地で目覚める。そして一人の男と出会うことになる。その男は科学者やティーナの知識と知的探求心をきっと気に入ってくれる。あなたはそこで一生懸命勉強して、研究をして、そして再びデザイアへやってくることになる。その時、また会えるはあるに。やっぱり時空切り裂く装置だよな、これな。そこでどうするのか、運命を切り開くにはあなた自身。頑張って。可愛いもう一人の私。いや、本当にすごいな。マルチナ・ティーナ・ステラドビッチより。そういうこと？はあ、ちょっと言葉なくしちゃうな。あ、ある。あなたが初めてデザイアへ来たとき、涙がこみ上げてきた。そういうことか。もう一度会えて嬉しかったのよ。あなたのためだけに、あなたと出会いたいだけのを心の支えに、私は生きてきた。そして、この永遠ともいえる時間の流れから逃れるために、私がティーナだとあなたに言いたかったってことだよな。私がティーナだとあなたに知ってほしかった。愛していると言いたかった、言ってほしかった、あなたに抱いてほしかった、抱きしめてほしかった、抱きしめたかったから。ある。
私はティーナよ。そしてティーナなのよ。ってことだな。ある、私は。いやー、これすげえな。いやー、もうずっ、いやー、すごいな。マルチナがティーナってことだもんな。人はどっから消え、どこへ行くの？やべ、すげえ作品だな。このの螺旋から助け出してくれるのは誰？これが一番最初のあれですよね。私を助けてくれるあの人は。でも怖くない。でも怖くはない。だってまた彼に会えるんですもん。延々とここループしてんだもんな。会えるわきっと。そして急、なんだっけな、あの螺旋に捕らえられた私の運命。いやー、感無量だ。やばいなこれ。ってことは、ま、いやいやー、すげえ作品だな本当に。いやー、はい、ということでデザイア背徳の螺旋ということで本当のエンディングでございます。いや、すげえ作品だな本当に。いや、ねえ、剣の幸宏さん、さすがっすっていうか、それぞれの視点で一人のね、一つのシナリオが完結。いや、そういう、いや、もう本当にもう言葉なくすくらいだな。いや、すげえ作品しか言ってないけど、いや、感動したな本当に。結局、まあタイムパラドックスみたいなのあるんだろうけど、いやでもそうだよ、だって延々とこれ続くんだもんな。うん、なんかいろいろと忘れてた部分あったけど、やってみてさ、またこう感動しますね。これやばすぎる本当に。いや98番やってよかったなこれ本当に。いや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 、おお、で、ここで、後日談か。てん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 。ここはどこ？あ、これ勝手に進んでますね。てん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 。わからない。何もわからない。ある。あるに会いたい。てん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 。ある。あるって誰なの？私は一体。ん？あ、これが、あれだね。ある辺のあれですね。気がついたか？大丈夫かい？ある。ここでティーナの目線ですね。あ、ムナッシュ、見たんだね。もう、いや、すげえな。延々とこれ、延々と続くんだね。もうね。あ、私はある。もう大丈夫だ。どっかしらで、ね、何千万回、何十回、書いて続けて、それでもしかしたらそのうち抜けられるかもっていうくらいなんだけど、また続くということだね。私はティーナ。いやー、ある意味無限地獄だな。 To be continued forever、 continued だよな、 forever desire。 あー、もうこれで、一応終わりだけど、まだまだ実はまたね続くというところですね。いや、ほんとすごい作品だな。いや、98番やってよかったな。はい、ということでね、デザイア背徳の螺旋、ネタ的にはこういうことになっているということでございます。まさに螺旋ですね。いや、やってマジよかったなこの作品。いや、ぶつけちったよ。いや、感無量だわ。
いや最後ちょっとうるっと来てしまったね。いやね、マルチナがティーナ、ティーナがマルチナ、そしてまた海辺で打ち上げられてまた続くというところで、まあ感動ですね。いやもう本当に感無量だなこれ。忘れてた分本当に、あこういうオチだったか。いやー素晴らしい。いやもう皆さんもネタバレをせずにね、よくねもうね、コメント控えていただけましたというところですけど、いや本当にいい作品ですね。いやこういう名作はねやっぱりね、令和のこれから先もねどんどん残していきたいところですね本当に。いやこれちょっと目頭熱くなるね。あれ目から汗がこう出ておりますけども、これ悲しいけども、いやグスタフはクズだしさ、もう本当になんか誠シナリオが完全に見えたけど、全部このね三人称全ての視点やらないともうわからないねこれです。さらにさ、レイコ編とかさ、ティーナ編、まあある意味マルチナがティーナだったの、ティーナ編なんてあったらさらに感動したんじゃないでしょうかというところですかね。いやいやいや感動いたしましたというところでね、実にこう感動巨編でございましたね、デザイアね。やっぱりこの作品やってよかったわ本当に、というところで今回は終わりにしたいかと思いますんでね。いや実にいい作品でしたということで、静江さんありがとうございます。亡くなっちゃってね、もう本当辛いところですけども、これもねもう背徳の螺旋のように続いてほしかったけど、いや背徳の螺旋のように続いちゃダメなのかまあ終わりがあるってことはやっぱりね、そこまでねやっぱり本当に惜しまれた会社でございましたからね本当にね。うん、はい、ということで今回はこれで終わりにしたいかと思います。というかデザイア実況はこれにて終了というところでございます。とりあえずね、いやー良き作品でございました、本当に満足ということですね。はい、ということでこれにてデザイア終了ということで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。デザイア背徳の螺旋完全クリアでございます。それでは失礼いたします、ブス島でした。ではでは、こういうブス島見せんなら見せて、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。